バンギャのクリスマスファッション抜き打ちチェックしてみたー。見なさい、着なさい、暴れなさい。緑川優です。川村智之です。本日はもう世間はクリスマスというわけで、これは投稿されてるのは24日になっているでしょう。はい、まあ、バンギャはクリスマスの日にどんな服装でライブに来るのかっていうのを、はい、今日は見ていこうかなと思いまして、はい、まあ後で僕たちは解説しようかな。はい、まあ、もうすぐチャンネル登録者数が15万人なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。というわけでやっていこう。皆さん聞いてください。2日前まで風邪をひいてましたが、今この格好で外を歩いています。めちゃくちゃ元気です。俺普通にあの晩車が寒かったわ。あの晩車ね、寒いのよ後ろ。何ですか？久しぶりじゃん。久しぶりです。家バレてない？まだというか絶対にバレないと思うんですけど。今日はファッションチェックですよ。クリスマスファッションチェック。あ、脱いだ方がいい。脱いで。あ、脱ぎます。リュックいいねこれ。リュックいいねこれ。これ100万円のやつではない。全然全く全く、うん、全くです。まあ動画的には久しぶりじゃないんですけど、俺会うのはかなり久しぶりです。そうですね。絶プやってほしかったのよ俺。え、何ですか？あ、おぎ頼むよ。こういう時にね、いない時があるんですよマジで。というわけで、はい、今日は青ですね。やっぱり、ね、サンタと言っても、ね、せっかくなんでちょっと歩ってもらおうかな。これ音楽も鳴ってるんでね。じゃあお願いします。これね、俺なんか似てない？ちょ最近意識してます。俺逆に。私よ。逆寄せてるってこと？そう。俺が逆にね、ぽいなと思って。あ、まあ、めっちゃぽいよ。これはどこで買ったの？Amazon。あ、Amazon で？はい。去年の使い回しです。え、全く一緒？全く一緒です。これ足も、あ、これも Amazon？ あ、これどこだろう？どっかのなんかブランドですね。なんでクロックスはこれなの？いつもの青い靴履けばいいじゃん。あれはちょっとね、ライブに向きでは不向きなんで。じゃあ後ろを向いてもらって、はい。これね、これいいっすね。動物背負ってるみたいだもんね。なんか動物ってこういうの見つけてくる。ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくね。あ、こちらこそ来年もよろしくお願いします。レインボーレインボーネックちょっと来てよ。あのね、俺ずっと話しかけたかったのよ。あのライブ中にさ、目立ってるからさ。まあそうだよ、目立ってるよ。そうですか。ずっとね、この子いいなと思ってたんだけど、まさきくんのファンなので話す機会がないから。今ちょろっと歩いてて、はい、いるって思って。頭めっちゃ良くない？え、てかさ、ここがすごいの。見て、ハートがほら、これ染めてんの？染めてます。あ、美容室でやってるんだ。全部家族が美容師で。プロフィール教えて。プロフィールというか自己紹介。自己紹介。自己紹介です。バンギャ、もともとドルオタです。ドルオタ、アイドルの。ワックっていうビッシュとかに乗せたアイドル。あ、はい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 。ワックってアイドル？あ、アイドルです。ワックっていうアイドル。ワックって事務所も。グル、事務所か。はい。の中にビッシュとかがいる。そうです。ビッシュ、はい、ビッシュ知ってる。対バンしなかったの、その昔。ビッシュ、ビッシュとかです。もうちょっと長い名前の。ギャングパレード。ギャングパレード。そう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 。6年ぐらい前に。そうそう。もし見てたらまた対バンよろしくお願いします。で、ファッションチェックなんですよ。そうだ。今日はどういうコンセプトですか、これは。今日はまさきさんがこの前クマの格好をしてて、あ、ちょっと真似してみようと思って今日やってみました。なるほどね、はい、トナカイ系じゃないんだね。クマなんだ、ね、だって耳がほらやっぱ熊耳だ。クマだ。そうなんだ。これは飛んでかない？これは多分飛んでかないと思う。家で一回実験したので大丈夫だと思う。メイクはさ、VK 来る前からそういう感じ？VK 来てから濃くなってる。ああ、まあ濃くはなってるんだ。やっぱりね、こういうのを見てちょっと足してる感じ。そうです。なるほどね、はい、ありがとうございました。ちょっと今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。ありがとう。やっと動画らしくなってきたわ。はい、重要告知コーナーどうぞ。3月27日
に豊洲スピードワンマンをやりますいいね、自分みたいで初心者でも安心できるエリアがあります。初めてでも好きに暴れられるエリアがあります。振りが分からなくても不安な方も大丈夫です。おー、いいですねありがとうございます。いいですね、なんかこの久々のセット元気元気確かに久しいな、なんか結構熱望されてるよ、なんかコメント欄で元気って、そう、元気かなって、そうそう、あの金髪のお姉さんはどうしたんだろうっていうね。しかも金髪じゃない、今銀じゃん金髪のお姉さんが良い立てて、そんな背高かったっけね靴か、靴か、もっとさ、くっついてさ、ラブリーな感じで、ラブリー感じになる、まあ、いいじゃん、なんか渋谷っぽいよ渋谷っぽいな、渋谷っぽいな、サンタさん来たくなくて、なんでなんで着ようよ、こういうの年齢的に俺の年齢を考えてくれよ。ゆうさんは若く見えるから着こなしてますよ、もうそう、かわいい、おー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 、素晴らしい、ポテンシャルが違うやったこれは欲しいですね。普通に着れそうじゃないかって思う。これはクリスマスのまさき大輔のイメージ、うん、確かにまさき大輔、あ、イルミネーションそういうこと、イルミネーションだ、だんだんまさき大輔とまさしに見えてきたわ確かにここいるかだんだん見えてくるよ、最近あいつらはなんかな、そう、なんかいいから、これオス犬とメス犬みたいになってるからこっちがまさしで、こっちが大好きっすね、ね、ファンさしてくれたじゃんそう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 、ちゃんと動画に多分収めてめっちゃ面白かった、キューピーちゃんみたいなキューピーちゃんキューピーちゃん回転してるキューピーちゃんそう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 、いや、また、でも、煽ってよ、向かいから向かいから向かいから持ってこい、じゃん、次は、まあ、いいねめっちゃいいよいいね、でもそれやっててよ、いいじゃん、それやっててよ、あのさ、似てる、インスタサイドのいつも動画に出てる、違う人ですね、そう、そうだと思ったのよじゃあまあこの機会もちょっとアリスナインの MV やと思ったいいっすか、はい、行きます、トモくんは知ってる、知ってる、知ってる、お似合いね、なんかね、なんかいい感じじゃん、揃えたわけじゃないんです、お前はずるいな、なんか車でなんかやっぱりバンドマンじゃなくても楽しい人生ってやっぱあるな、ね、今日はじゃあ合わせてないでこれなの、全然合わせないでむしろ俺は川村さんのこの前着てたやつ、そう俺が着てたやつと全く一緒、僕どっちこっちに合わせたんで、めっちゃいいじゃん、かなり露出露出そうだね、肩がすごい、いいね、寒いパーティーだね、だからそうパーティーです、活動されてる方ではない、私たち学生やってます、学生なの、はい、学生です、専門学校に、専門学校、お洋服、え、作ったってこと、作ってないです、作ってないこれをこれはどこで買ったの、メルカリで買いました、確かにアマゾンよりメルカリの方が可愛いのあるかも、あー、まあそうだね、靴いいっすね、これ自分でくっつけました、あ、そこはやっぱ自分でここいいですね、で取れない、意外と硬い、今後ともしくよろしくお願いします、お願いしますじゃあまた会って、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、似てるくない、なんかさ、似てる、兄弟みたいな、そう妹かな、これは歌舞伎町のカップルのコスプレです、デートして歩いてみてよ、いくよ、難しいな、歌舞伎町ドボンデート、ドボン、難しい、チャラいっすねこれ、チャラいっすねこれ何これ、え、普通にドンキで売ってますよこれ、マジで、これが本当これ一番上まで閉めるんですけど、あ、だから開けてこうわざとチャラっぽくしてんのか、はい、どこのドンキに売ってんの、普通に新宿の歌舞伎やっぱ歌舞伎町じゃない、これ歌舞伎
歌舞伎町には今このサンタがめっちゃいっぱいいるってことは歌舞伎のドンキの行ったら売り切れってこれが大久保ドンキあるじゃないですか。ああるね。そっちまでわざわざもう一回行って買いましたよ。大人気商品じゃんこれ。チャラついてていいっすね。男のサンタってさ、ネタのしかなくない？そう、なんかね、かっこいいじゃないんだよね。そう、面白いのしかない。ついにこういうの出してくれて嬉しいわ、ね、だからあんま来たくないよね、あれ。そうそうそう白いひげをさ、そうそうそうつけて、笑いを取るみたいなやつしかないからね、うん、FF っぽいんだよな。あ、確かに。そう FF っぽいね。そうそうそう。これはチャイナ？チャイナ、チャイナ。あ、ほんとだ。チャイナなんだ。なんでチャイナにしようと思ったの？いや、普通に、普通だと被るじゃないですか。もうこれもネットにあるから被ってるけど、まあまあまあ似るよね、サンタはね。髪色も今日は調子いいっすね。調子いいっすか？なんか色落ちなんですけど。あ、色落ちなんだ。調子いいっすよ。調子いいっす。それは嬉しいですね。じゃあな。よし。ポスト。さあ、ギャルに消えてきました。おはい。あれ今日はクリスマスなんだけど。確かに。どうしたの？今日はコンセプトがあります。お、何？クリスマスの夜にサンタさんを待ちわびる子供さん。なるほどね。過去懐かしいな。過去貧乏な家。ちょっと貧乏な家。町内会でもらえるやつだこれ。あ、そうです、ね、子供会のやつね。個人的にはなんかサンタを期待してたんですけど、なんかこういう感じの。肌出すぎだろ、それ。まあ、無理無理。前も言ったけど、頭が赤いのに赤いの着たら、だるまになるから。言った、言った。なんないって。なりますよ、だるまに。なんないよ。これ書いて。これは。ちびまる子ちゃんとかそっち系な感じ。バカボンして。そうですよ、ドヤ顔で。うん。写してよ。恥ずかしい。大丈夫、漏れてる。あ、漏れてますか？よかったな。漏れてる。鼻水も書こうかなって思ったんですよ。おー。でもちょっとそれは恥ずかしいなと思っちゃいました。ツインって珍しいっすね。確かに。見慣れないね。間違いもなく。いいね。ヘドバンに支障出ないって言って。あの、これは外そうかなって思って。さすがにね。爆弾みたいになっちゃう。危ないもんね。はい。じゃあツインテールじゃないってこと？いや、これは飾りなんで、この下にちゃんと縛ってあるんで。はははは。ゴムは忘れない。ゴムはね。聖なる夜に。クリスマスだから。そう、クリスマスだからね。なんか似合う。似合う、似合う、似合う。鈴木さんが似合う。エロいね、エロほら。悪い顔してるね。いやらしい顔してる。めっちゃ悪い顔してるね。クリスマスだけどさ、ライブを選ぶんだね。いや、もはやなんかクリスマスにそういう予定あったことないです。何年バンドやってると思ってるんですか。でも15年、16年ぐらいバンドやってるから、必ずバンドってクリスマスライブやるじゃないですか。うん、15年ぐらいはそういう予定ないです。うん、ああ。遠い昔もあった？男との予定ですか？うん。ないと思う。ありますよ。なるほどね。雪の降る街。彼を待つみたいな。どこの街ですか？茨城の田んぼですよ。その田んぼ。茨城どこの田んぼよ。ノリア。ノリア。わかんない。ジョヨロホンダ。これはジャスコです。ジャスコ。ジャスコですね。ノリアっていうと。エクスプレス撮ってます。ああ、そっちか。逆にじゃあ聞きたいんですけど、甘い予定は過去になかったんですか？甘い予定？甘い予定？まあ中高生ぐらいの時はやっぱありましたよ、そういうの。あら、手つないでってね。うわぁ。だから俺横浜だから港未来。うわぁ。こうやって後ろで手つなぐんですか？え？いやもう堂々と、ついにこういうやつ、チキチにもうどういう感じによ。こういう感じ。わぁ。ポテンってやるんですよ。ポテンってやる、ここにポテン。あ、そう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 。なるほどね。こういう感じ。いいもん見してもらう。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな引きで撮るの？なんで？よりがいい。よりがいいって。よりもやだ。よりがいいって。つもりじゃん。本当にすいません。あのやります。ちゃんとちょっとだけ見てよ。もういい。ちゃんとやるからちゃんとやろう。ちゃんとやるからちゃんとやろう。どういうこと？久しぶりじゃん。なんか背ちょっと小さくなった。え、でもペタンペタンだった。
だけ返しちゃったもん。なるほどね。いや30代のバンギャトーク以来の感じですけど、喋るのもどう、なんかこう反響あった？反響ありました。どう反響あったの？他のバンドに通ってるお友達がいて、その方のお知り合いがたまたまいた場に、聞いたことがあるんですけど、その時に、出てたよねって第一声に言われました。だから意外と本当にすごいいろんな番組の方とか見てくださってるんだなと思って、すごいってめちゃくちゃ思ってました。そうなんだ。会社とかは？会社はとりあえずまだギリ大丈夫。ギリ大丈夫。真面目にじゃあやってんの？そう、真面目に、めちゃくちゃ真面目に。カタカタしてんの？カタカタしてる。今日平日だけど。今日は会社の大掃除だったんですけど、午後からお休みを取って、大掃除サボった人みたいな。半休みたいな。これを持って会社に行ってんの？会社でどういう人だって思われてんの？会社は結構真面目に仕事やってるってちゃんと思われてますよ、多分。ビジュアル系バンドに通ってさ、本当に絶対そんなことするって思われてない。忘年会とか新年会が始まるんですよ、これから。早く一発芸って言われたらできるなって思って。確かに。いや、なんかやれって言われたら、もうそれやるしかないな、土下座でとか。土下座でもめっちゃ盛り上がりそうだね。今年座敷だったんで、会場は。いいじゃん。もうやるしかないなって、ちょっとひしひしと感じるんですけど。面白い人連れてきました。誰？分かったわ。おどうしたのこれ。そう、どうしたの。同期で気になったやつでこれつけてみんなボボボボボボボは知ってるかい。ドンパッチだ。そう、でもちょっと違うよ。ちょっと違う。いいね。ボボボボボボボ見てた？見てたよ。このさ、ちょっとやたつけ仕事がついてるのがこれ多分すごいよね。クリスマス終わったらこれ取って売られるんだろうな。なんか坊主みたい。おもちゃになってます。プロレスラーだ、こうやってやったら。いや、これ田口くんにもかぶせたいですね。ああ、確かに。いらなくなったらじゃあちょっと田口くんにこれあげてください。田口用に洗濯して、早くに入れときます。お客さん来たとかしたはい、こんにちは。はい、こんにちは。いやめっちゃ元気ですよ。超元気です。もう今年も終わろうとしてるんですけど、動画を撮ったじゃない、一般人の中の番号を当てろっていうので、そのちほさんはまだビジュアル系バンド 0.1g のお子さん来てくれております。ありがとうございます。番号っぽくなったね、なんか。確かに、もうめっちゃ言われました、友達に。番号だよね、もう見た目が。いや、後日のやつをいつかどっかで撮りたいと思ってたんだけど、あれ、何月だっけ。6月の11日。そんな前かも。6月11日。もう半年経ってよ。そっか、半年で何本来た。15とか、そのなんかいろんなイベントとか合わせたら18とか。18。じゃあ月に3回くらいか。くらいです。ありがとうございます。いいね、こう成長した姿だね。ですね。バンギャとして、歌い手としてではなくバンギャとしての道を歩んでね。ちょっとせっかくなんで、ちょっとこれ全身をね、ちょっとこれ一旦撮ってもらって、はい、くるって回ってさ、細っ。いや、確かに。あとちっちゃいよ。仕事聞いても答えられる？あ、答えられますよ。おにぎりの居酒屋で働いてます。おにぎりの居酒屋？新潟なんですよ、私、地元が。で、その新潟のお米と日本酒とみたいな。そう、今も新潟に住んでる。今も新潟です。ああ、なるほどね。新潟でライブ終わったらよく行くおにぎり屋があって、そこ好きだったんだけど、そこに働き出したって。たまたま。だから全部マジ知らなくて、で、なんかユースに報告したら俺行くとこだよみたいな。そう、え、握ってんの？握ってますよ。じゃあいつか自分が握ったやつユウさん来るかもしれない。いや、いいですね。それまでちょっと磨いとくのか。いや、おにぎり屋ってヤバくない？いや、この見た目でおにぎり屋さんなんでしょ。実はこれがもうミスマッチがいいよね。握れるのって言われます。握れるの、握れるのみたいな。でもなんか偉い方に昇格したんでしょ。そう、そうなんですよ、実は。え、なに、どういう昇格？なんか、一応バイトリーダーみたいな。バイトリーダーみたいな。
偉い偉い。リーダーだもんね。そう、実は。だから、お前らやれ。お前らおらみたいな。逃げれ、誘ったわ。逃げれって。逃げれ。こっから来れって。いいね。いや、じゃあ、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。これ、そう、かぶると耳なんですよ。ほんとだ。猫。猫耳なんだ。猫耳。あ、めっちゃよく映ってるわ。じゃあ、またよろしくね。よろしくね。ありがとう。来年もよろしく。ありがとうね。鈴木さんが元の位置に連れて帰ってくれるんで。デートですか？デート。デートいいね。はい、というわけでですね、メンバーの、じゃあクリスマスの衣装の方、はい、紹介していこうと思います。じゃあ、まさきくん。まあ、俺も、そうね、俺のはね、多分俺でしか紹介できないと思うんですけど、今回イルミネーションのコスプレになってるんですけど、はい。これはね、電源がまあありまして、いくつか。まずここに一つですね。はい、はい、星が光るんだね。そう、星となんかこの玉みたいなやつですね、はいはいはい、が光ります。はい、でもあとはケツポケットにね、こう一つですね。これは、はい、このちょっとピカピカなやつですね。はい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 、はい、で、あとはここに2つですね。ここに2つついてます。え、4個あんの？4個つけると、うわぁ完成ですね。はい、すごい。ほら、ちょ、周りだよ、大好き一周これは私のイルミネーションです。ギリースーツですね。はい、そうです。制作時間は8時間です。めっちゃかかってるじゃん。縫い付けてるからね、これをね。なるほどね。黒シャツに。はいはいはい、はい。はい。いや、もう気合いの入ったコスプレです。いや、素晴らしいですね。はい、クリスマス衣装です。東軍のは？俺は、聖夜の舞踏会みたいな。おー。ちょっと短美な感じで今年はちょっと攻めていこうかなと思いまして。クリスマスの舞踏会をこうテーマに。ビジュアル系に寄せた衣装にしようと思いました。確かに。いや、似合うね、やっぱ。こういうのをね、みんな好きでしょ？うん。絶対好き。こういうのが好きなんでしょ？こういうの好きだよね。こういうの好きだよね。こういうのも好きだよ、きっと。好きか。というわけで、こういう衣装の感じにしてみました。おぉ。こういう感じでございます。いいですね。似合う。え、これはさ、セットじゃないわ。いや、これは、出来合いの衣装です。あー。赤だから。なるほどね。そう、なんかどうしてもね、これに合う、こう、なんか下がなくてね。ああ、でも合ってる。そう、すごいいい。これだったら合うかなと思いまして、うん、こういう感じにしてみました。僕と正木大輔の衣装でした。はいはい、衣装紹介の動画ということで、うん、そういうキャラなんですか今日。いや、衣装に合わせてるんですかそれは。うん。じゃあそんな正志さん、はい、今日はどんな感じなんですか。神様です。わかります？わかりますよ。この溢れ出るオーラが。これは要するにギリシャの神、ギリシャ的な神ですよね。日本のやつと迷った。あとね。ヨーロッパ系ですね。そう、ヨーロッパ系ですね。あとね、でも俺ちょっともう一個ね、迷った衣装があるんですよ。うん、服を半分ずつ男と女の服縫い合わせて、クリスマスのカップルみたいなのと悩んだけど、やっぱちょっと俺は神だということで、今日は神様にしてみました。いかがでしょうか？絶対そっちの方が面白かったよ。嘘嘘じゃあマリさんは何ですか。僕は黒サンタですか。ついにこのツアー中1回もやらなかった、ね、なんかクリスマス感なかったんで。そのサンタ今日着てるギャオがいるんですよ、一人。あ、そうなの。全く同じの。マジで。ちなみにそのサンタ歌舞伎町で一番売れてる黒サンタらしい。あ、そうなの。歌舞伎町のドンキホーでこのサンタ売り切れらしいって。マジで。俺アマゾンで買った。ちなみにさすがっすね、やっぱ。これメタルサンタじゃない。メタルサンタじゃないです。知らないです。歌舞伎町のサンタです。歌舞伎サンタ。今、歌舞伎町のサンタに変わりました、ね。今、コンセプトがひっくり返った。なんで、チャラい感じする？まあ、だから、この辺がさ、最近のちょっと地雷っぽい感じ。ああ、そういうこと？で、下に多分、こういう装飾がついてるズボン入ってんで、カーゴパンツ。そう、俺ミスったのがね、これズボンついてなかったんで、これ。ギャオはね、うん、ここ開けてね、うん、これセクシーな感じしてて。あ、そういいじゃん、いいじゃん。でも、ちょっと風邪ひいちゃうから、それは。俺はちょっと。俺無理っす、ちょっと寒いんで。寒い、まあ、今日寒いんですよ、ね、それでしかもズボンがついてないの知らなくて、これにスラックスや。だからこれさっき GU がハリッパンシェア GU で買ってきてもらいました。そう、ハリッパンシェア2190円。どうせ見えないからいいからと思って、そう、ちょっと急いで買ってきてもらったんで、はい、よく見るとチグハグです。まあ確かになんですよ。じゃあそんなまさしさんと水たまりでした、はい、頑張るぜ、きわばい。はい、はい、最後に私緑川優の衣装を紹介します。はい、今日はクリスマスの日にライブをするアイドルを、あー、なるほど、意識しております。はい、どうでしょう。フリフリですね、結構。そうです。ですが、これを
来たらなんか強い感じに戦いそうだファイターだよねファイターっぽいんですよねゲームのキャラにいそうな感じだねやってしまいました。で、これね、まあ、ポイントはルーズソックスですね、今回。ほら。これね、さっきも言ったけど。これさ、履いてるんじゃないんだね。そう。かぶせてるんだね。そう、これめっちゃ可愛いなと思って、ね。いいですね、なんか。そう。これね、全部、今回は Amazon で。オールアマゾン。そうです。多分探せばこれになれます。おお。はい。え、全部バラバラ？このパーツとかも。これだけ？そう、一式なのは。などはバラバラですね。そういうのを買って、こういう感じになったと。はい。で、頭も結構こだわってて、まあ、クリスマスっぽくはないじゃん。うん、だから、ほら、この、結晶をつけてみたり。いいですね。ハートのなんかない？ハートの赤い。これじゃなくて、この、つぶつぶみたいな。そう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 。じゃない？これとか、映るかな？映ってた？とかポイントですね。はい。あとはこれ。これは、お、すげえ。タリガニ入ってるんだ。そう。これドンキホーテでね。あ、これドンキなの？これだ、帽子だけドンキホーテで買いました。はい。あ、これ動くやつでしょ、本当は。でもね、今動かないけど。あのね、そう、動かないんですよ。不良品かな。でも本当は動くと思います。動くよね、多分。そう。っていう、まあ、今回は、緑かゆでした。はい。はい、というわけで、まあ、クリスマス、皆さんも、なんかこういう服を着て、パーティーとかするのかな、みんなは。ねえ。ねえ。ケンタッキーとか食べるんですかね。ねえ。いいですね。僕たちはきっとこれを出してる頃には多分集まってると思うんですよ。いや、集まってるでしょ。忘年、メンバー忘年会を。24日でしょ？ 24。うん。じゃあ集まってる頃だと思います。うん、はい、僕たちは、ちょっと、パーティーしてるんで、はい、皆さんも、皆さんでパーティーしてみてください。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。はい、したチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、バイバイ